はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。プロジェクトクロスゾーン2、前回の続きからやっていきたいと思います。機体は安定、次元の渦に突入するのね。これより行けそうなのか。みゆきさんの店が来てくれていろいろ助かったわけ。メンテもできたし、ざっとだけど。燃料の補給も完了。なんか一緒に消火器も買わされたけど。それ以外は古い体感ゲーム機か。そんなもの買ってる場合じゃないだろう。ゲーム機ってさ、ゲーセンに置いてあるやつとかって超高いんじゃねえの。いや、子供たちは喜んでいる。やはりゲームはいい。自転車を漕ぐやつはダイエットになるってんで女性陣に好評だな。何人か並んでたぜ。シャオムーもそっちに行ってるのか。全く緊張感がない話だな。連戦が続いているんだ。緊張を緩めることも時には必要だろう。特にこれから行くのは未知の世界だ。敵もすでに入り込んでいる。鬼神会だったか。鬼神兵たちの巣窟だな、フィオルン。ええ、鬼神会は隣り合った巨神会は私がいた世界だけど、巨大な像の上にある世界か。どうも想像がつかないな。百聞は一見にしかず。じゃあ次元の渦をくぐるのね、今から。もうそんな距離まで来ているのか。よし博士、行ってくれ。おお、こんな世界なんだ。抜けたか。ほう、あれはでかい。あれが巨神と鬼神。フィオルン、どうなんだ。こんな高さから見下ろしたことはないけど、切り結ぶ2体の巨人、間違いないと思う。ずいぶん高空だが、それでもあの大きさか。まさに世界だな。帰ってこれたんだ、巨神界に。巨神界と鬼神界、二つに分かれておると言ったな。あれはどっちじゃ。正確にはここから見て左の巨人の上にある世界を巨神界っていうの。ならば中央の橋を渡って右が鬼神界か。フィオルン、君はどこからワープした。鬼神界の上層部よ。そこで転送装置を使ったらなぜかあなたたちの世界に。じゃあその鬼神界に降りた方がいいのか。危ないと思う。一度巨神界に降りて助けを求めるのがいいんじゃないかな。じゃあとりあえず左の巨人の方に降りればいいのね。よし、ならばこのまま降下して。おお、攻撃を受けた。ぬ、なんだ、何が起きた。モニターが消えよった。おう博士、どないなっとるんや。攻撃を受けたのよ。どこからか。どこからかだと、この航空でか。長距離射撃を受けたみたい。外部カメラに黒い飛行物体が映ってるのね、小さく。黒い飛行物体、まさか。機体の状況は、メンテしたばっかりだっていうのに。キー、うろたえるな。落ちるのか。もうだいぶ落ちてるのね、残念ながら。なんとか不時着してみるけど。みんなに何かに捕まるように言ってきて。あ、いいぜ、あとは頼む博士。だからこの間には館内放送はないの。おお、だいぶやられてんな。そしてちょうど溝みたいなところにはまったぞ。皆さんご無事ですか。まったく PC ボディなのに死ぬかと思ったぜ。どうなってんだ、ここはどこだよ。フィオルン、現在地は。ここは体験の渓谷ね。鬼神の剣の上よ。上空から橋に見えたやつか。これが剣とはとんでもないスケールだな。フィオルンの仲間たちがいる巨人と敵の本部がある巨人、その中間地点ね。運が良かったのか悪かったのか。博士、龍騎1号は動けるのか。最後は溝でうまく止まってくれたから損傷はそこまで大きくないのね。修理はいるけど。この地面の水はモナドの傷跡。お兄ちゃん、ありがとう。時間は必要ってことね。でも何に攻撃されたのかしら。周囲に気配はなし。あれだけ航空にいた龍騎1号に気づいたんだ。今の俺たちの状況も知られているはずだが。黒い顔つきかもしれない。あいつは自由に飛べたはずよ。顔つき？何者だそいつは。コスモスやフィオルンと出会った基地にいたあいつか。その敵がこの世界にいるとして突撃をしてこないのはなぜでしょう。それはわからないけど。仕掛けてこねえなら好都合だ。体勢を立て直すチャンスがある。私たちよりも先にこの世界に来た人々は何をしているのでしょうか。他の敵か。ここにある金の鎖、オーマはまだ気づいていないのか。
奴らがどこに降下したかにもよる。だが、見つかるのは時間の問題だろう。飛竜の言う通りだ。ここを狙われるのはまずいな。これだけの人数がいるのよ。手分けしてやれることをしましょう。そうだな。なら偵察に出てみるか。私は巨神界の近くまで戻って助けを呼んでこようと思うの。明暗だと思うよ。まとまって動けば途中で襲われても応戦できる。よし、じゃあフィオル君たちは救援の要請を頼もう。残りはここには結構な数の組織が降下しているはずだ。それを調べてこよう。わかった。俺たちは龍騎1号の修理と警護をする。そうと決まれば急ぎましょう。フィオルンさん、道案内お願いね。うん、大丈夫ですが、シャドルやオーマと遭遇しても無理はしないでくださいね。ベガの野郎か。へっ、そりゃちょうどいいぜ。そうなったらその場でぶっ飛ばしてやるさ。はい、人の心を自分の野望のために操るなんて許せません。お、いつになく燃えてるな、お姫さん。あんたらを信用してないわけじゃないが、本当に俺たちも行かなくて大丈夫か？任せとけよ、ユーリ。これだけ人数がいるんだ。互いにフォローできる。何かあったら、すぐに知らせに戻ってくるからさ。わかった。こちらも緊急事態には備えておくよ。龍騎1号の修理、お願いします。衝撃で部屋の中がめちゃくちゃになってて。任せて。手分けして片付けるから。もう私たちの家みたいなもんだし。ふん、まったくだ。じゃあ頼むぜ。いい加減にもらおうかしら、家賃を。これは3部隊に分かれるのか、今度は。状況はどうですか、浦島博士。まあまあね。エンジンとメインコンピューターは大丈夫よ。まだあちこちショートしてるけど。各部屋の片付けはどう？そっちまで手が回らないけど。リーンベルが中心になって頑張ってくれている。だいぶ片付いているぞ。あなたたち親子はいいの？こっちは私だけでなんとかなるけど。うん、手伝ってはいたんだが、物を踏みつぶしたり壁に穴を開けてしまってたな。追い出されたんです、2人とも。私も片付けるのが苦手なのでこっちに来ましたけど。外に出てなさい、あなたたちは。で、本当に出てもらうことになりそうね。敵か？ちょっと外を見て。あれは、もう迷いさん、手を休めないで。まだまだ全然片付いちゃ。いやいや、リンベルさん、敵だよ。この世界のロボット兵士。さすがにいつまでも放っておいてはくれないか。みんな出るぞ。結構いるな。でも鬼神兵の集団か。群れのボスはいないようだな。あの黒い鬼神兵ね。他の指揮官らしいものも見当たらないわ。敵の偵察兵かもしれません。仲間を呼ばれたら戦線が拡大してしまいます。その前に全滅させれば問題ない。はい。あ、カズヤさんは全然部屋の片付けをしてなかったんですから、ここは働いてくださいね。黙れ小娘。私もこちらのお片付けなら。こいつらならいくら風穴を開けても大丈夫よ。存分にやりなさい。どっちが侵略者だこれ。どういうあれになってんだ。とりあえず入れるか。ここにはこいつ入れて、ここにこいつ入れて、ここにこいつ入れるか。はい、 OK。 まあもともと最大でも毎回10体しか出れないから、3部隊ずつに分けてなんかちょうどいい感じのバランスになるのかな。任務を開始します。進めるやつは進んで、これ裏とかないよね、龍騎1号の。参りましょう。お待たせ。任せとけって。ここあれだな、ムーブ6のやつが多い気がするけど、他の部隊大丈夫か。正義を見せよう。あ、そうか、宝箱、あれ宝箱っぽいな。ゼファーに取らせに行くか。ほいっと。で、あとはこっちの方とか、なんか隠れてる宝箱はなさそうかな。一応ここがマックスだな、角度的に。あと置くと、すっげえ奥まであるんだけど。え、ここまで戦線が拡大すんの、このメンツで。
ここにもある。じゃあとりあえずあれは取りつつ、もう先に進んでいく方向でいくか。この角度がいいかな。対処します。少し横に広がるか。そうすると私ね、子供扱い、プラズマパワー全開スターライトシューズ、ライトフィッシュ、シードリル、しっかりと目に焼き付けなさい。まずは一キットで9本ダウン。とりあえず1ターンでは倒せんな。見事経験値くんねえし。いいですよ皆さん、張り切っていきましょう。やっ、太陽の鳥よ、さあ一緒に。ガストノッチビッグの術、見ないで。光のソード、銀の槍、踏み込む、覚悟、切り捨てる、さあ僕を見ている。お父様、体は大丈夫です。お怪我は。もう出てきた。そろそろか。なんかでっかいのが出てきたよ。あ、こいつが黒い顔つきだよ。この世界に戻ってたんだ。おかげさんでな。てめえらがまごまごしているうちによ。あ、戻ってきた。結局待ちなさい、黒い顔つき。ダンバンの妹か。遅かったじゃねえか、帰ってくるのがよ。仕方ねえから招待状を出してやったが、気に入ったかよ。あ、招待状やって。わしらを叩き落としたんはお前かい。なるほど、高高度での長距離射撃、背中の武器を使ったのか。で、何？やっとこさとどめを刺しに来たってわけ。いや、少し泳がせてみたが、なかなか来やがらねえから俺から出向いたわけよ。どういう意味だ？ここに俺たちが落ちたのは想定外だったと。僕たちを待っていたわけではないということじゃないかな。まあいいぜ、久々に暴れてえとも思っていたところよ。さすがにこれだけの数で暴れれば気づくだろう。少なくともわしらには気づかれたの。ついてなかったな、お主。それはそうと、クリスたちのグループは一緒ではなかったのか。ああ、あいつらは途中で横道に入った。何か見つけたようだったか。俺たちは巨神界を目指していたからね、途中で別れたんだ。で、騒ぎを聞きつけて戻ってきたってわけか。ああ、見覚えのある黒いやつが降りるのが見えたんでな。おう、ジャストタイミング、間に合ってよかったよ。おしゃべりはそこまでにしな。始めるぜ、とっととよ。戦うつもりなら、なぜすぐに来なかった。何か隠しているな。クリスさんたちも戻ってきてくれればな。みんないた方がいいですよね。派手に暴れれば、私たちみたいに気づいてくれるかも。やっちゃう？いいね、俺も派手な戦いは大好きなんでな。一応出れねえ奴らがいるな、やっぱり。てか、ほとんど、あ、これ全部合わせてか。あ、じゃあ全員出れんじゃん。すげえすげえ。もうここら辺は、ぽいぽい入れてこう。ほい、ほい、ほい、ほい。ほいっと。これで、逆側の宝箱も取れそうだな。正には勝つ。これもブロック外しがねえな。燃えろ、ファイヤー、ミサイル発射、燃え尽きろ、キャプテンキック、パワーグローブ、フルパワーだ、キャプテンコルダー、任務完了、先行、マジンケン、ルミナンサイズ、狙い撃つ。俺に勝つのは100年早い。そう、アイアムキャプテンコマンド。調査するよ。こっちの宝箱は、こっちで取らせに行った方がいいのかな。この左だな、左から増援が出てくるのか出てこないのか。じゃあここあれだな、射程6、ムーブ6がいねえな。俺たちなら気合十分です。僕が行くよ。行かせてもらう。ま、適当に。デミトリーとモリガン大丈夫か。お、いきなり来るか。敵を振り、
このまま行きましょう。切り裂けクラリマンテ連続回転対空射撃。おお、ブロックないとやっぱり楽だな。勝利の後はパンプキンコーヒーでまったりしよう。まあさすがにね、増援はこれだけで終わらないと思うんで。ここは攻め続けるしかない。後ろからか、そこそこ食らうな。カウンター6-1だね。宝箱取り忘れるからな。いけそう。ほい、見つけたよ。メットオール頭部走行、要は工事現場のヘルメットだろ、簡単に言うと。いいのかそれで。そこだ、火炎瓶。逃がさねえ。ダメだ、私だって PMF だから。エネーガンで火炎瓶を撃つな。ダメージがないな。しかちよ、でかいの開け。フライパンでとどめだから。運命って克服できるの。おお、また出てきたと思ったら剣マスターズ。お、剣マスターズやないけ。 BSA と一緒に行った連中が戻ってきたようやな。いや、ちょっと怪しいぞこれ。剣さん、他のみんなは何を追いかけていったんだ。う、様子がおかしい。なんじゃこの気の流れは。エステリーゼ様、こりゃ万有冒険娘剣は大丈夫なのかの。なんかうう言っちょるぞ。もしかしたら怪我をした剣さんを連れて戻ってきたんじゃ。大変だったら早く治療を。エステルさん、あ、アクセル、ねえ、剣もエステルちゃんもおかしいんだけど、どういうこと。あれ、アクセルさんもおかしくない。もっと赤かったような。いや、あれはわかるだろう。確実に偽物のブレイクってやつだ。みんなうう言ってんな。ハヤト、もう完全に味方じゃない人まで出ちゃった。どうなってるのこれ、何が起こってるの。クリスさんたちのチームに何が。やつらを取り巻く力、覚えがある。サイコパワーといったか。サイコパワー？じゃあクリスたちが追ってたのは。うんうんうん、よもやこんなところまで来たとはな。ベガ、やはりシャドルーか。こら、ケンたちに何をしたんじゃ。我がサイコパワーの洗礼を浴びせただけよ。ケンという男、つけ入る隙があったのでな。それにエステリーゼという娘、無駄にこやつをかばったためにそのざまよ。一度は親衛隊にと見込んだ力の持ち主、不都合はないがな。ふんふんふん、このままじゃハイリグにされちゃうよ。シャドル台風が誕生しちゃう。んなもん誕生されてたまるかっての。待ってろエステル、すぐに正気に戻してやるからな。なんだ貴様は、この世界のロボット兵士か。あ、お前もよそ者か。予定とはちと違うがよ。この金の鎖引き抜ける奴らじゃねえと意味がねえ。奴の狙いは鎖のようだな。そうか、ここで騒ぎを起こしているのは鎖を取り除けるオーマを誘い出すためか。ち、余計な奴らがばかり集まりやがって。ほう、貴様オーマを待っていたのか。偉そうに、何様だてめえ。鎖をなんとかできるってのか。あ、このベガ様が手を下すまでもない。こいつらにやらせればな。ヒャッハー、お待たせしましたベガ様。オーマの連中も連れていたので。この牛男もサイコパワーに操られているの。青が牛。ああ、こやつらが操られているのはいつものことじゃ。気にする必要はない。だが協力関係にあるはずのオーマをなぜ操る必要がある。キングサリの先に埋まったものを手に入れるつもりじゃないかしら。好きにはさせません。ケンさんとエステルさんは返してもらいます。またぶん殴んのこいつら。カヤトもうまく私たちで保護できれば元に戻せるかもしれない。彼の場合はサイコパワーだけじゃないのか少々厄介だがね。俺を自由になどできん。
まったく見た目が同じすぎてややこしいのよ。あなたは容赦なく破壊させてもらうわ。ヒャッハー、結婚して。こいつはいいわね。さっさと倒してしまいましょう。やるつもりか。ならばキングサリを回収する前に少し遊んでやろう。うっすーげー、また出てきた新騎兵。もう完全に制御方法を手中にしているんですね。騎士兵に新騎兵に、ややこしいな。もうこりゃかなりの数の兵隊が持ち込まれてるな。シャドルメ、本気だぜ。こっちだってマジだ。エステル、待ってろよ。少し痛いかもしれませんが、一度意識を失えば元に戻るはずです。ふんふんふん、そううまくいくかな。そうするとここか。一回ちょっと中央に合流しよう。で、来るのを待とう。で、こっちの部隊、こいつ誰？88。ここの部隊がかなり手薄だな。左から出てきてくんないかな、こっちの増援が。とりあえずみんな上に向かおう。こちらか。そんじゃサクサクいくよ。風車、消え、つきあり、消えたいな。敷物逆落とし、これが私の超本気。一丁上がり、ザンギルは力を通し、止まりなさい。うわー、残ったか。しかも感激を食らった。進むだけだ。準備 OK。 攻撃しとこうかな。ちょっとどいてもらえる。シュート、ホッスターライトフルシュート。これが私の大サービス。ごめんね、ちょっと痛いね。これで決まりよ。後方から援護します。こいつ軽いんだ。すげえ重そうに見えるけど、めっちゃ上に飛んでいくな。あそこの宝箱は上に行きつつ取る感じでいくか。いや絶対無理だよこいつら。でも次いっぱいあるし。全然当たってね。140クリティカル出て140かよ。これはちょっと必殺技は温存しておこう。16レベル異常な少なさだ。すげえ火力が弱いなここ。ヤクザモンは18レベルか。攻撃はな、当たるけどな。32000、まあ、気絶中だからひたすら使えばなんとかなるかもしれんけど、まあ重いから。いや全然どうにもならなそうだな。これだけ攻撃して19000か。来た、これは完全防御だな。サクラと X に任せるか。少しでも火力の高い2人。これで狙われたの、龍騎1号。完全にダメだろもう。こっちよ。うわー、複数攻撃もしてくんのかよ。よし、こっちがやばいマジで。反撃しておくか。気絶した。うん、思い切っていこうよ。覚悟せい。まだ負けないで。負傷への奇跡突きつける。皆さんご一緒に。意気あり。よし、ほとんど大冒険じゃない。しまっ、
邪魔するな。やりかプラズマサークル味わっしょ。ウィンドリル天国と地獄どっちもね。おしまい。あっちゃー失敗。ここは一応町で倒せそうだな。ここだな。こいつをどうするか。まずはこいつで。あれ？そうだよね、大神だよな。あれ、大神じゃなかった？もしや瀬形三四郎？全員攻撃力アップするやつ持ってんの、そういうこと？じゃあちょっとさくらで、なんかいいのねえかな。バックアタック50、バックアタック50はな、ちょっとバックにいけねえからな。ブロック無効でなんとかしよう。親父見ててくれ。ブロック無効はブロックを一発で破壊できるって感じか。こいつも重いんだな。舞い散る桜が如し、さすがに手強いですね。ロック版なんかあるか。獲得 CP40 アップとか。微妙だな。状況は。お邪魔虫が騒ぎよる。キラキラじゃろ。ブロック値も高えなこいつ。いやーマジきついわこっち。おお食らった。で、まあ、雑魚敵って言ってもな、結構ヒットポイント高えかな。始めるよ。コスモスでなんとかしよう。よーしやっちゃうから。これで決めちゃうからさ。減らしとくか数を。想定違法発射。これで終わりよ。ルックス 5% 低下で、左から来るやつらはどうしようかな。大神を前線に出してこいつで対応しよう。この技お見舞いするわ。消える猫の技だね。二段目だ。勝負をもらった。や、締めくくりはこれよ。エリカクレープと。こいつとこの後ろに行って。こいつ下に行こうかな。機動力。時間かかりそうだな。行くぜ。邪魔だ。ブロック外しもねえし。シャオム、あしゃぐなよ。踏みつける。よし、もらしちゃう。おとなしくしなさい。手裏剣、そう手裏剣よ。決めるわ。分身攻撃。中国。ロック強襲か。いやーダメだ。簡単な任務だったな。いつも14レベルだったのか。マジ弱えな。貯めるか。ブロックなし。僕なりにやってみるだけだ。ここは助太刀します。今だ突きつける。皆さんご一緒に。一生への奇跡を。
こいつ倒せそうだな、使えば。使おう。999。キキボカーン、行きます。横から行くか。ブロックを崩しとこう。狙いをつく。ここで倒します。突入。星が完了。引き込む。打ち抜きます。力が湧いてくる。これなら思い通り。カウンターをガードするのって何のスキルなんだ。これがプラズマの力よ。後方から援護します。パキッパキッダンよ。ダンブネイル炎が焼き上がるわ。急炎中炸裂。炎が焼き上がるわ。急炎中。どうだろう、2万はいけない。マジですかい。これでフィナーレにしちゃう。大丈夫だ。こいつを倒しとこう。連続攻撃で勝負をかける。カーネル号、サージェット号、ミサイルランチャー、キャプテンファイヤー、ハイパートルネード。忘れないことだ、この私の名を。キャプテンコルド、ミッションコンプリート。うっか、サイコパワーの感じが消えたわね。ハヤト、しっかりして。気持ちを強く持って戻ってきて。ふざけるな。この体は俺のものだ。この自由は誰にも渡さん。さよなら。ベガの呪縛から逃れはしたようだが、ビルシュタインが残したものは大きいな。ハヤト。行きましょう。悪しき集いなさい、戦士たちよ。ピノニャーちゃん、来て。舞い上がります。おいで、ワギャン。みんな、お手伝いありがとう。見ないで。チュンリーさん、無茶しないで。どうだって。好きだらけよ。交渉。共に運命を切り開いていこう。味方の増援が来ねえな。こいつがな、超厄介だな。完全防御。まあ死んだとしてもね、このゲーム結構すぐ蘇らせられるから、いいと言えばいいんだけど。8000くらうのかよ、普通に。普通の雑魚だぞ、こいつ。もうマジかよ。3だもんな。これはマジ弱いな。はいはい。おお、あそこの舞台マジで死ぬな。あ、必殺技使ってくんのか。神竜拳。モリガンとかが食らったら一発で死ぬな多分。拳、なぜお前はそんなスキルポイントが高いんだ。最大出力で決着をつける。キャプテンコルド、任務完了。剣軽そうだな。すっげえ高く扱おう。どうせ黙ってるし。タフなやつだぜ。ま、逃げて。こいつ移動力4しかない。もう一旦待つか。じゃあ、レイジで貯めよう。ここは攻め続けるしかない。今こそ発動を逆転させる。
俺たちを忘れんなよ。フォローは一緒に受けはしない。あと、そこだ。ほい、さよなら。これ剣が元に戻って戦闘に復帰してくれればいいけど、ボコボコに痛めつけたかんな。戦闘に復帰できる状況か。うわー、うーペガ様、あれお前もやられたか。ふっ、だらしのないやつらめ。ペガの力が弱まったよね。二人は返してもらうわよ。返してもらう？サイコパワーを甘く見ないことだ。何が起こる？おお、ガー、うわー、ふんふんふん、我がサイコパワーは無限だ。ケンさん、エステルさん、なんてこと。サイコパワーのちょい足し？そんな反則じゃろう。お約束ブレイカー予算か。マジやばくない？あんな容器を大量に受けたら、剣もエステルも体が持たない。サイコパワーの流れを止めん限り、正気に戻すことはできんか。ベガを先に叩くのも手だが、間に合わねえか。おお、ようやく来た。剣、エステル。やっと追いついたぜ、ベガ。竜に本物のアクセルの小僧か。お主ら、シャドルを追ってたんじゃな。ああ、シャドルは大間の連中と行動していた。戦闘になったんだが、剣が突っ込んでしまったんだ。乱戦で見失ったと思ったら、ご覧のありさまじゃよ。エステルまで巻き込まれちょるし、二人ともベガのサイコパワーで操られているのよ。なんだって助けられんのかよ。状況はよくありません。サイコパワーの供給を断ち切れない状態です。しかもエステルちゃんは剣から溢れ出た力の影響を受けちゃってるのよ。うーぐー、リュウ俺と戦え。何？剣、しっかりしろ。エステルもお前の気に当てられている。竜、お前だけがいつも俺の。うわぁ。剣、目を覚ませ。俺はそんなお前とは戦いたくない。目を覚ましてくれ、剣。剣という男、よほどお前に置いていかれるのが怖かったようだ。このベガ様が少し力を与えただけで、焦りを抑えきれなくなったわ。さあ、今度は貴様の番だ。我がサイコパワーの洗礼で黒き本性を引き出してくれる。殺意の波動に目覚めろ。俺は来い。今のお前になら負けない。師匠、あの技の機を今解きます。真なる竜の剣。ガーうー、今の技は何だ。ベガから流れ込んでいた力が消えた。ええ、ケンさんから影響を受けていたエステルさんからも力が消えています。ぬ、この技は我がサイコパワーの流れが断ち切られた。これは調査資料にあった無の剣、あの波動に対抗するための力をこの小僧が。剣、俺だ、竜だ、しっかり俺を見ろ。竜、俺は。エステル、君も無事だな。うん。え、おはようございます。あれ、私どうして。やりました、竜さんがやりました。すごくすごい技が決まりました。素晴らしい技をありがとう、竜くん。いや、剣のおかげだ。かつて同じように俺を救ってくれた。俺も同じようにしただけさ。師匠から教わったあの技を。よかったな、エステル。あれを食らわずに元に戻れてよ。助かりました。うん、面白い、竜よ。やはり貴様は面白いサンプルだ。ベガ。剣マスターズとはまた違う素材。貴様が使った無の力、いずれは邪魔になる。このベガのものとなるか消え失せるか選ばせてやろう。もう一つあるな、選択肢が。その通りだ。ん？ベガ、お前を倒す。それが俺が選ぶ答えだ。出撃ユニット。これまた全員出れんのか？
これは盛りだくさんだな。これね、瀬形三四郎がじゃああれを持ってんのか、変えよう、こいつと。大神は一応、SP150 あるんで、SP200 か。ここにこれを入れよう。てか、メンツ的にあれだな、ぴったり揃ってるな、ダブルユニットとシングルユニットが。これで全部なのかな。双竜波動拳、あいつそこにいんのかよ。ちょっとここの舞台がやばいから回復させよう。一回サンドウィッチ使うか。でこっちだよな、ほんと厄介なのが。ストライダー飛竜で左の宝箱を取りに行こう。ちょっとこいつストライダー飛竜じゃねえし、ちょ見づらい見づらい。俺が行く、行くぜ。こいつもなレベルが低いんだよな。一回ダンテで攻撃をするか。8000、ここは俺がどうにかする。アキラよ、高貴なり。倒せそう。安らぎは等しく。右にドットハッカーズ、右に持ってくか。ちょっとあれがないな、移動力アップが。あれない、誰が持ってんだ。攻撃力全員アップ。ちょ、もう誰が誰かちょっと分かんねえな。こいつじゃない、こいつじゃない。ドットハッカーとカイト・ハセオだ。ほい、行くぜ。後ろから、ここはもうコスモスが完全に要だから、7000はね無理なんだよ。ダメだ、めっちゃ残ってる。しかも倒せない、5000も当たんないのか。しょうがない、これで普通に倒すしかない。これから戦線を維持します。シノブレド、気づきしかばね、修羅の道、月見し旅に涙流る。お前らは見てるだけでレベルが上がるんだ。感謝しなさい、コスモスに。こいつなんだ、技が封印されているのか。やるか。金セット。ここは俺に任せろ。ピコピコです。これなら。ハンマーハンテン。止まりなさい。魔法の子猫だ。フレディ。ルミエール。バルは武装抜刀流の王。止まりなさい。ヒエイ。グラーズマ。シリオン。止まりなさい。この逆落とし。私のイケてる大技。こいつも攻撃力弱えな。どうしようかな、リュウチと一回退散しねえと。移動力増やさないとちょっと危険な気がするんだけど。下に行くか。サクラの方が一応攻撃力高いな。わかりました。横が狙えるから横から行くか。まずブロック外すか、2人で。一気に外れたな。
れが出ていれば。使ってきたてか全員かよ、カイトまで食らってるし。了解。ブロックを外すのがまず最優先。2人で行くと速攻で外れんな。無理かー。よし、気絶はしてくれた。やった、これはでかい。あいつはちょっとほっとこう。一応ちょっと全員リンゴ食うか。真剣勝負。オーガン、これが俺のプレゼント。ホーリャー、ホームラン、ドラゴンフォース、ドラゴン、ホーリャー、心に問いかけるぞ。緊急爆発。すがさたん、連携準備バッチリ。シノブレード、気づきしかばしりよしれ。土にしかびる闇を流れるガブリエル。この斧ならばガブリエル。おお、ギリギリ倒したな。これは一緒、ここで押し。ここはもう安定だな。宝箱、こいつはもう完全宝箱役だな。いけねえし、しょうがない。移動力高いやつはやっぱ自力での移動力アップは持ってないな。どうしますか。運命を変える。あそこの宝箱を取らんといけねえがんな。大丈夫かこいつ。反撃に移る。放ってはおけません。クレイムボール、それまた。これもみんなのためです。行きます、セクシーダイフ。攻撃力ちょっと高えな。防御力が弱いのがこいつなの。それがわからん。行きます、待っててください。行きますよ。シルフィーナル、練習したんです。セクシータイム。失敗してもいい、何度でも戦うんだ。行くぞ。約1回ギャン。もう応戦しない。うお、死んだ。9000も食らうの。承知。これね、吹っ飛ばしちゃうからね、この蹴りで。ここで攻撃をかける。遊びの道に魂を。人中ダメ。私も借りるよ。ダブリエル、ラファエル、放射球だ。最低のクズ。おお、完全防御だな、これは。貴様のサイコパワーなど効かん。うおー、反撃不能になった。このパワーは一丁前にあるな。ビッグの術で締めくくります。いったい。運命は変わる。変えてみせます。この剣にかけて。パワーのある敵が多くなってきたな。いいね、こいつらに反撃させれば一気に溜まるかんな。やってみよう。おお、完全に来てんな。
プラズマパワースターグラディエイター出撃サマソン幸せ暗黒球マジでキッドスラフフジカゾキセイヤタフな野郎だ硬すぎイナリの宝箱はストライダー飛竜で取るとして、あそこの宝箱ベガの近くにあるやつがどうしようかな。いいですね。バイタルスター L。まあこいつを狙っていこう。こう見えても先生ですから。安定だなこいつはマジで。でこいつでこれどうだろう？モビちゃん。結構距離はあるな。もうこれ決まったな完全に。回り込んでくれ。援護したいと思います。すごい勢いでやっつけます。突然やってきて経験値だけ奪っていく。ぐお、こいつらなんて力を持ってやがる。あの墓地で会った時とは違う。たくさんの仲間と私だって強くなっているんだから。認めねえぞ、短板の娘じゃなくて妹。兄弟揃って目障りなんだよ。力だ。もっと力がいる。クソ。君もサイコパワーの洗礼を受ければいいと思うよ。やつめどこに行った？この体験の警告から降下したようです。倒さなきゃ。またお兄ちゃんが狙われちゃう。ここだよな、ここ。あいつ死んだままでいいかな、もう。これで、いや、待って。ここの宝箱誰で取りに行くかだよな。距離的には竜が近いけど、竜車、移動力が少ないから、やっぱり、チームバシロに任せるか。コスモスなんだ？気絶してんのか、お前は。気絶組がいっぱいいるな。チュンリーで、ここのちょっと、複数攻撃。ここ1、2、3、ほい、よし。これでちょっと残ってた2人が死んで、でこいつで貯めよう。ここは攻め続けるしかない。ただじゃ済まさないんだから。進むしかないもんね。よし、150までたまりつつ倒した。結果は頂上の至り。でこいつは倒せるかな。4万、絶対無理だ。続くぞエリカ君。ピコピコです。これでどうだ。踊りましょう。魔法の子猫だ。サクレデンリュミエール。風魔州の夏、剣山カバリラ。ダイエーブリラ。スキアリ。スキヨーダ。はあ、マッサッ。これが私の超本気。ピッチ上がり。これだからバッハ。シャットダウン。や。あ、これだな。止まりなさい。は。や。いいテネリさん。これで決着です。5500だったらこいつらでも倒せるかな。こいつは無理だな。2人の大丈夫だな。こいつはいくらいな。
ふう、いつまで戦わなきゃいけねえんだ。運命や。420。ボス的にはあとベガだけか。じゃあちょっとサクッといきたいけど、ディフェンスプラス 100%、 なんか反撃食らうからな、これ使おう。私です。頼もしい味方がついています。やい、ピノニャーちゃん来て。我が今です。ガストン・ロッチ、乙女の騎士のビッグの術、見ないで。お、気絶スルー。こいつ運命は変わる。変えてみせます。終わりです。ベガが真っ二つになった。次は仕留める。気絶してるけど次殴ると多分気絶が解けるから、あいつは気絶させとこう。こいつは死んでる完全に。こっちだ。こんなこと。まずブロック外しか。ずっとこんな戦い。レベル25になってないやつが少しやっぱ遅れてるんだな。あ、牛がいたか、まだ。少し痛いぜ。ぶっ飛びだ。発射。逃がすな。最後だ。みなぎるぜ。ここも雑魚敵とはいえ結構パワーあるな。ちょっと大神、ゼファーとパシオにこれかけとこう。どうすっかな、復活させよっかな。10個あるしな。で、全体回復のマーボカレー食うか。あれ、マーボカレーってあれか、簡易テントか。よし、これでちょっと雑魚敵を狙おう。少しは協力しな。助けますね。すっげえミスってんだけど、上に上がりすぎてる。練習したんです。清き精度セクシー台風。マーカー最長州一丁だ。マーカー最長州一丁だ。長州補給流。まだまだです。いってー。こいつらはちょっと騎士兵を、新騎兵か。柔らかくしなやかに動け。天国と地獄どっちもね。ごめんね。おしまい。あの絵をいただきたぞ。そこは心臓だ。まだ立ち上がるのか。こいつらもいらない。開始。キャプテンコマンド剣山。目障りなね。急いで来た。発射発射。最後は最後は手の決めるぞ。最後は私だ。キャプテンコレド。正義は勝つ。僕たちの勝ちか。よかった。その通り。ようやく25。悪を許す道理は。ちょっとベガはこのまま気絶させておきたいんで、もういいかな。あとこいつだな。こいつをなんとかしないといけないんだ。痛い。射程がすげえな。まああいつはスライダーヒルで倒す。うわ、全体攻撃。反撃不能か。まず技を使おう。ゴッドイーター組が470か、攻撃力よっ。了解です。ちょっと待って、いいのがあれば。まずブロック向こうを使うだろう。てか気絶してるから意味ねえや。特にだな。
部茶は禁物ですよ。こっからベガ狙える？狙えないな。少しでもダメージ効率を稼ぎたいからな。見せ場は譲るぞ。反撃不能になった今度。だいぶ状態異常なんだベガ様は。でこれで反撃されないから次で決まりだな。よし、比較的軽傷で済んだな。であとこの宝箱を取らないといけないっていうのがねちょっと見えない。俺様ん攻撃していける？いややめとこう。そうするとこいつを横からぶん殴って、これがプラズマの力よ。1万5000の奇術。最悪必殺技使おう。弱いからこいつら。あまりいい気はしない。735いける？せめてクリティカル出て。いけない。超弱えな。どうすりゃいいこいつも。多分シングルユニットはダブルユニットの攻撃力に依存しているから、強いシングルユニットみたいなのはいないんだな。そうすると貯めるのを優先にするとこうだな。果たして倒せるかっていうものがあるけど、私だって負けません。行きます。シェイクリッドフレイム。マザー。シェイクリッド。マザー。インディスキャッシュ。おい。118。いって。ひで。ちょっともう一回あれ使おう。カインテント使おう。こっちだ。で。こいつらな。援護は俺がやる。下がれ。もらった。行け。足を止める。止め。オーケー。焼き尽くせ。いやもういいよロケットランチャーは。外しようがないぜ。外しようがないぜってめっちゃ外してるし。銃がき。ストライダー気流で。こいつを後ろから狙って。決まりだな。決まるか。75000。いや決まるはずだ。ストライダー飛竜なら絶対的な安心感があるかんな。もう誰も傷つけさせない。いや絶対倒せるわこれ。15万とか。ああなんかなんでだみたいなこと言ってたな。バックログは？バックログ取れないのかこれ。まあいいや、ベガの最後パワーで操られてたんだよ。だらしねえぜ牛野郎。チッ、こいつは姉子に報告せにゃ。ベガの野郎覚えてやがれ。敵も一話今というわけではなさそうですね。どいつもこいつも他の連中を出し抜くことばっかり考えとるの。こいつはダンテで攻撃していいよな。横から行きたい。俺のそこを動くな。悪いな。アイスティンガー。もらった。最後はこいつだ。受け取りな。悪いな。ゴキゲンだ。悪いな。メジャーをやった。ジャックポット。消し飛ぶ。ゆっくり眠りな、ベイビー。で、ちょっと XP を回復させる
アイテムを使ってベガを倒して、でこいつを残しとけばアイテム開始ができる。 OK、 なんて完璧なんだ。骨付き原始肉でいいよいっぱいあるから。どうしようかな。こいつ27レベルかだいぶ高いな。やっぱり頑張りましょう。後ろから行けば多分一人でも行けると思うんだよね。多くの仲間たちと共に、やっ、ビノ、アチャ、ワギャン、ホエテ、ワギャン、みんなお手伝いありがとう。見ないで、カット、ここだ、カット、ここだ、ちょっと残るからどうしよう。まあいいや、使っちゃおう。運命は変わる。変えてみせます。どうせあとこいつしか攻撃するやついねえし。なんでだ。ようやく25か。よし。大魔の鎖の秘密はつかみ損ねたが、まあいい。この世界で手に入れた技術も役に立つ。ベガ、この世界で何をやっていたの？サイコドライブ強化のための技術よ。鳳凰の鏡、あの紋章、そしてこれで全てが揃った。それが揃うと何だと言うんじゃ。いい加減にしかんと、しばき倒すぞ。もう何度もやってるけどな、懲りないやつだぜベガ。返してほしくば我が元まで来るがいい。できればだがな今までと違うな。何か目的を果たしたか。金の鎖は守りきれたけど、我が元にってどこのことなんだろう。戻ったのかもしれん、我々の時代に。で、あとちょっと宝を回収するんで。もらうね。オッケー。お待たせ。じゃあ最後、こいつで2万7000、倒せなさそう。3000、当たらんか。まだ立ち上がるのか。お、じゃあこれ最後気絶してるからいいんじゃないか。ちょ、経験チャップつけよう。サイドアタック 50% アップ。なんだ、先生だ、先生、先生どこにいる。獲得経験値アップがどっかにあるはずだ、先生の。いない。あれ、マジいなくねあ、いた。これを勝つやと。終わりだ。これで倒せなかったらもうマジでこいつは見捨てる。てか動かなくて倒せそうだな。見てるだけで経験値が入手1600。そこまで上がんなかったな。修理終わった。一時はどうなるかと思いましたが、無事で何よりです。エステリーゼ様、ケンさんも。まったくかっこ悪いところを見せちまったな。ごめんなさい、フレン。そして、ありがとうございました、リュウさん。いや、無事でよかった。これも師匠のおかげだ。とりあえずの危機はしのげましたが、状況は良くないですね。そうね、シャドルーとオーマーは確認できたけど、まだ姿を見せていない組織があるはずよ。カムーズは確実にいると思います。今回は現れませんでしたが。現状の隆起1号の状態では、捜索活動は困難であると思われます。それどころか、この世界からも脱出できないよね。博士、ねえ博士。はいはい、隆起1号の状況を伝えると動けはするといったところよ。とりあえず、ただエンジンを修理するには足りないのね、部品が。まったく何もかもついてないわね。明るい材料はないのかしら。そうね、メインコンピューターは復旧したのよ、なんとか。そうしたらこの世界の下の方にかなりのエネルギー反応があったの。エネルギー反応？下っていうのはどれくらい下なんですか？多分海底ね。
海底？まさか竜宮城が？浦島さん、詳しい場所はわかりますか？ここから鬼神側に進んで、その足元あたりね。鬼神の足元。あ、もしかしたら落ちた腕の近くかも。そこなら龍騎1号の部品を集められるわ。落ちた腕？鬼神のものだったりして、鬼神出る感じの、なんちってなんちってじゃなくて鬼神のものよ。そこにはマシーナ、鬼神怪人の隠れてたとこあるの。鬼神怪人って敵じゃないの、それって。大丈夫、その人たちは味方よ。私も助けてもらったの。そいつは頂上。これは決まったな。博士、降りるくらいはできるのか。持たせてみようかしら。ここは私の龍騎1号、見くびらないことね。ここにある金の鎖は置いていくしかないですね。今の状態じゃ何もできないし。じっくりと調べるチャンスなんだけど、仕方がないのね。データは取れるだけ取ったから役に立つといいけど、いつか。まあなんとかなるじゃろ。今はごまかしごまかし行くだけじゃ。了解。では皆さん乗り込んでください。下へ参ります。海とかあるんだ、この世界。一応飛べはするんだね。ゆっくりだな。OK。ちょっとスキルだな、結構重要になってくるな。ここから先は攻撃力を上げていかないと効率が落ちてくるんで、というところで、じゃあ第29話これで終了したいと思います。